ソチオリンピックスノーボード男子ハーフパイプ決勝12人の中に日本人が残っています。10位の平岡拓です。高さとスピードですね、はい、ドライバーのメダルを狙ってドロップインバックサイド、はい、そしてフロントサイド9、バックサイド、ここも高さを出して、いいですよいいですよ、そしてフロントサイド天まで回してきた、はい、そしてここでキャブのダブルコーク10、勝負に行く、いった、そしてもう一発ダブルコーク10きました、平岡拓パーフェクト、持てる技を全て出し尽くしました。このソチオリンピック初めてのメダルは確定しています、はい、あとはこの平野か平岡か、それともどちらの2人も取る、2人とも取るのか、そうですね、もう色です色です、はい、グリーンさんです、はい、さあドロップイン、15歳の夢、高さがあります、はい、いいですよ、リップリップ、フロントサイドからの回してきて乗って、はい、レイヤースパイキャブ、ここも高い、安定してます、フロントサイド9です、バックサイドも9で9でくる、最後そしてダブルコーク10です、持ってきました平野歩夢、平岡平野決勝の2回目のラン、会心の滑り、どうだ、銀銅2人になるか、はい、それともこの3連覇を狙うショーン・ホワイトがやはり王者としての姿を見せてくるんでしょうか。レギュラースタンスドロップインしました、高いバックサイド高いです、おっとバランスしてる、フロントサイドからのダブルテキャブからのここも回してきました、はい、12できています、540着地を粘っていました、バックも出るのか、ダブルダッチして決める、フロントサイドはアーリーウープ、ダブルチャックですね、ダブルチャックですね、アーリーダブル、ダブルですね、キャブダブルコーク1440を決めて金メダル、そして日本の平野歩夢は日本で冬のオリンピック最年少メダリストになりました、金メダル、そして2人目日本の平岡拓が銅メダル、見事に若い2人がソチオリンピック日本の初メダル2つを取ってくれました、はい、これほど誇らしい思いは尾形さんありませんね、ないですね、スノーボード界の歴史は大きく変わりました、はい、本当にハーフパイプ嬉しい瞬間を迎えました、そうですね、金メダルがスイス、オドラドチコク、銀メダルが日本、平野。